こんにちは、ヤスコーンです。今日は踊り子号185系記念弁当を買って車内で食べながら踊り子号の撮影に向かいたいと思います。こちら大船健さんが出しているお弁当なのですが、ちゃんとコレクター用なのか、テープとかね、掛け紙に貼っておらず、綺麗に持って帰ることができます。箱にも斜めのラインが入っていて、すごい凝ってますよね。そして中身はじゃーん、綺麗。大船県の名物がたくさん入ってます。あ、箸袋も凝ってますね。ちゃんと185系のラインと、ありがとう踊り子号185系って書いてますね。裏もね、デザインが違うんですよね。あ、今日はお天気がとっても良くて、富士山がくっきり見えました。これは写真も期待できそうです。伊豆箱根鉄道の沿線で撮ってみたいと思います。これからそちらに向かいます。乗車口9号車。特急踊り子号は東京修善寺間、東京下田間を運行しています。東京を出ると熱海で車両を切り離し、それぞれの終点、修善寺駅と下田駅に向かいます。JR 三島駅の改札を出て右に行くと、駅弁の東中券があります。こちらで駅弁を買っていきましょう。一番の名物は、
港味寿司ですが、今回は別のものを買いました。伊豆箱根鉄道の乗り場も同じ並びにあります。三島二日町駅で下車します。こちらと隣の台場駅の間にある撮影ポイントに歩いて向かいます。のんびりとした川沿いです。ちょうど桜も見頃でした。まずは一箇所目、ここに富士山が隠れているのですが、雲であまり見えません。この絵で作ったオリジナルグッズはすすりというサイトで販売しています。よかったら遊びに来てください。すっかりお腹が空きました。さっきの駅弁を食べたいと思います。3つ目の駅弁は舞寿司のたけしの味寿司です。こちらの駅弁がほんと美味しいんです。生に近い肉厚の味が白ごまをまぶしたご飯の上にたっぷり乗っています。その間には桜葉が敷かれ、ほんのり香りが移ります。なんとも上品な駅弁です。ホームに戻ると新旧の特急踊り子号が並んで停車していました。